30日モビリティチャレンジ2日目ですね。今日はグレートモビリティですね。股関節の後方、側方のモビリティドリルです。それではやっていきましょう。まず四つん這いになって、片方の足をまっすぐ伸ばします。そして内側に内転して、膝を下に下ろします。この状態で、四つん這いから、肘を両手をついて、この背骨、骨盤をですね、ニュートラルな状態に持ってきて、そしてこのお尻外側にですね、こう突き出すように、お尻と筋肉を伸ばします。また今度は反対側もですね、足を伸ばして膝をつきます。そして背骨をニュートラルな状態で外側にお尻を突き出すようにして伸ばします。